スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。トラッキングトレードの戦略と検証動画シリーズなんですけども、その前に、数日前のですね、FX のレバレッジを、25倍から10倍へということで、私の、意見をお話しさせていただきました動画を上げました。で、昨日のループ油断動画でもお話したんですけども、煽りよくというか、一番ね、そうなって困るのは、リピート系 FX とかシステムトレードとかなんですよ。はい、まあ今より、2倍以上の証拠金がないと、今の想定変動幅を、保てないということになってくるので、ちょっと話進めながらいきますけれども、はい、50万円スタートで9ヶ月と2週間経ちました。で、今回戦略の変更はありません。動画の最後の方にタイアップキャンペーンに関する告知があります。そして現在稼働中の戦略は、2つの通貨ペアで4つ、合計4000通貨です。で、先ほど冒頭で触れた部分、ここですね。これがですね、レバレッジが低くなると、こんなに広くは取れなくなって、ね、例えば今ここを500で取ってる人が250とかになってしまう。そうならないために、例えば今現在ここは500で500を維持しようと思うと、今の 2.5 倍ぐらいの証拠金を入れないといけなくなる。例えば100万円でやってる方なら250万円の資金が人になってくるっていうことなんですよ。で、用意できなければここが狭くなるので、自動損切りにかかりやすく、そして強制ロスカットも近くなってしまうっていう、本当に今回のレバッジ規制の話っていうのは、改悪なんですよ。はい。ということで、はい。私現在、これを、1000通貨を2回に分けて発注して、ポジション間隔が 16.9。ここがループ F 段の、20ピップスと違うところです。狭いんです。で、5ドル円どう動いたかと言いますと、こんな感じですね。なんか、もうちょっと行くかなと思っていたんですけども、こっからじりじりと、下げてしまっています。で、週足で見るとですね、まあ一応まだ上昇トレンド継続なんですけども、これずるっと心当たり割ると、厳しいかなと。はい、こんな感じで天井をつけたっていうことになってしまうので、まあね、当局の5ドル高、牽制が、まあ、ね、うまくいってるというか、はい、まあ当局の思っている方向に為替は動こうとしています。で、来週確か政策金利発表があったと思います。オーストラリアの。で、続きまして、ニュージーランドドル円ですね。こちらも、2回に分けて、それぞれ 16.9 で発注しています。はい。で、ニュージーランドドル円も、まあ、5ドル円ほど、まあ、下げたとは、はい、言い難い。まあ、ちょっと、一旦高値をつけた後、まあ、揉み合いですね。まあ、揉み合いはね、リピート KFX にとっては、いい値動きなので、まあ、比較的良かったんですけども、週足で見るとこんな感じですね。前回ですね、ここを抜けると2年ぶりの高値だっていうところを、まあ、抜けなかった。そして現在また上がってきたんですけども、そこまではちょっと行っていない。ゴールド円はここも抜けてたので、前回高値を。ちょっと弱いかなというところですね。で、今回の約定履歴の一部なんですけども、こんな感じです。まあ、特に、今回も見ていただく部分っていうのはないんですけども、はい、次、口座残高ですね。はい、1万円ぐらい増えています。で、ループイフ段の方は6000通貨でやっていて、確か同じぐらいの口座残高増だったと思うんですよ。口座残高増。で、こっち4000通貨。ループイフ段6000通貨。なぜそれでそんなに同じぐらいなんだっていう話になるんですけども、そこはやっぱり値幅の差なんですよね。ループイフ段は20。トラッキングトレードは 16.9。なので、まあ、注文が成立しやすいというところですかね。まあ、今回、ちょっと見ていただきたいポイントっていうのは、まあ、それぐらいですかね。はい。で、含み損が増えてきています。で、実行レバレッジですよ、これね。今、私の場合で5倍。はい。で、この後は、タイアップキャンペーンに関する告知です。トラッキングトレードが利用できます FX ブロードネットさんとスノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンというのを開催しております。タイアップ専用バナーからの新規口座開設と、3万円以上の入金。取引はしなくってもですね、ブロードライトコース、1000通貨コースの方なら、図書カード1000分。ブロードコース、1万通貨コースの方なら、図書カード3000分がもらえます。で、後でコースの追加っていうのはできるんですけども、特典っていうのは最初に一度きりなので、まあ、どちらで、口座開設されるかっていうことを考えてから、口座開設された方がいいかなと思います。この動画の解説欄に、その詳細がわかる URL を貼っておきます。そちらから、オンラインでの口座開設の申し込みが可能となっております。ということで今回はトラッキングトレードに関するお話でしたけども、これ以外にも FX 投資に関するいろいろな情報を配信していきたいと思います。そしてブログの方では、
ブログだけでしか書いていないこと、あるいはね、動画にプラスアルファ付け足して、何かを書いていたりもしますので、よければこちらもご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。